皆さん、こんにちは。今回は大ヒットドラマ北の国からで主人公の黒板五郎役を演じた田中邦衛さんについてまとめていきます。大自然の中で家族と共に強く生き、豊かさとは何かを私たちに教えてくれた作品でもありましたね。田中邦衛さんについて、世間はドラマの主人公と同様武骨で人間臭いイメージを持っていると思いますが、素顔の田中邦衛さんは由来なものだと言います。田中邦衛さんは2021年3月24日に老衰のため88歳でこの世を去りました。2017年12月には自宅で療養生活中で、その後に家の2階の部屋でほぼ過ごしていると報じられていました。神奈川県横浜市の海沿いにある豪邸の祭壇には田中邦衛さんが受賞した数々の賞状が飾られており、そのそばには田中邦衛さんが優しく微笑んでいる写真が数十枚並んでいました。田中邦衛さんは最後の時まで前向きに生きる気力と感謝の気持ちを持ち続け、家族が見守る中静かに旅立ったといいます。静かに見送ってほしいという本人の意向により、家族が訃報を知らせたのは家族葬を終えた10日後の4月2日のことでした。田中邦衛さんは老衰で亡くなったといいますが、その経過として認知症の終末期だったと推測できます。認知症が進行していくと、精神面だけでなく食欲や意欲が低下して寝たきり状態になっていく経過があるのです。田中邦衛さんの場合も認知症が進行した結果の老衰だった可能性があります。家族に見守られながら亡くなったということで、亡くなった場所は自宅の可能性もあります。しかし回復を願って病院でしっかり治療をしていた可能性が高いです。亡くなる時に家族が見とれる場所は自宅よりも病院の方が確率的にも高いためです。しかし田中邦衛さんの急な訃報は日本中が悲しみに包まれました。ここで田中邦衛さんの人生を見ていきましょう。田中邦衛さんは岐阜県出身で、麗澤短期大学在学中に演劇に興味を持ち始め、俳優座養成所の試験を2度受けましたが不合格になりました。その後は中学の代用教員を経て1955年に3度目の正直で合格しました。1961年の映画大学の若大将で加山雄三さんが演じる主人公のライバル青大将を演じて一躍有名になりました。その後も高倉健さんと共演した映画網走番外地シリーズや仁義なき戦いシリーズなどといったたくさんの大ヒット映画に出演しました。田中邦衛さんはブルーリボン賞助演男優賞や日本アカデミー賞最優秀助演男優賞など数々の賞を受賞しています。そして1981年に放送開始した北の国からでは個性派俳優としての地位を確立しました。プライベートでは1963年に結婚をし、2人の娘さんにも恵まれました。俳優業もプライベートも常に順調でしたが、田中邦衛さんが78歳だった2010年の映画「最後の忠臣蔵」に出演してからはメディアに登場する機会が途絶え、2012年の地井武夫さんのお別れ会に出席して以降は表舞台から完全に姿を見せなくなりました。報道では高齢になって長いセリフが覚えられなくなったと報じられましたが、2015年にはさらに悪化したといいます。田中邦衛さんの知人は夏頃に高熱を出し2週間くらい入院したことがありました。その入院生活が続いたことでもともと良くなかった足がさらに悪化してしまいました。家族で話し合い、リハビリを受けられる有料老人ホームに入居することにしましたと発言しています。自宅からは車で約20分ほどの距離にある老人ホームに妻と娘さんはサポートのため通い詰めていたといいます。また田中邦衛さんがいつでも自宅に帰ってこれるように玄関にはスロープも設置したそうです。2017年の秋頃になると田中邦衛さんが自宅に帰る頻度も高くなり、ゆっくりと自分で歩くことも可能になってきたため、以前の生活に戻る日も近いと家族の期待も膨らみました。しかしリハビリは一進一退を繰り返し、自宅に帰ったと思えば施設に逆戻りするという日が続いたそうです。年齢的なところもあったのか、
人でできていたことも助けがないと困難になり、家族は悩みましたが、最後は施設に任せることになったといいます。2013年に田中邦衛さんの引退が噂されたこともありましたが、テレビの取材で奥さんは、引退も何も田中邦衛の人生そのものが役者ですからと答えていました。在宅介護をすることで世間に田中邦衛さんの病状が公になっても良くないと、家族はシャイな田中邦衛さんの気持ちを汲んで役者のイメージを守ろうとしたのではないかと田中邦衛さんの知人は述べています。田中邦衛さんは取材で直接話すことはなく、全て奥さんが答えていました。その時の様子は、奥さんに手を引かれる形で歩いていたようです。近所の人の話によると、奥さんから聞いた話として、認知症が進んでいると周囲に暗い顔で話していたと報道されていたようです。しかし田中邦衛さんは決して寂しい晩年を送ったわけではないと言います。北の国からの脚本家の倉本壮さんが4月3日配信の朝日新聞デジタルに寄せた追悼文には、彼が今住む小さな世界で周りから愛され、周りを明るく笑わせているという情報にほっと安堵し、心を休めたという言葉がありました。ここ数年会いたくても会えず、奥さんを介して田中邦衛さんの様子を知った時のことだそうです。体が不自由でも舞台を変えて役者を続けていたといいます。さらに田中邦衛さんの知人は、五郎役のイメージが強く、世間には無口なイメージが浸透していますが、実はユニークな一面を持つ方なんです。人の笑顔が好きで、老人ホームでは冗談を言って入居者をたくさん笑わせていたそうですと述べていました。北の国からでは、妻が家を出て行った後、東京の生活に嫌気がさした五郎が二人の子供を連れて故郷の北海道に帰るところから物語が始まります。しかし田中邦衛さんは役柄と違って大の愛妻家でした。芸能関係者によると、地方で撮影の時はまめに電話をしていました。一度京都で濁り酒を奥さんに買っていき、奥さんが気に入ってくれたのが嬉しかったようで、京都に行くたびに同じ濁り酒を買って帰っていました。奥さんの喜ぶ顔を見るのが大好きな方でしたと発言しています。子育てに関しては全て妻任せだったといいます。芸能関係者の方によると、二人の娘を叱ったことがないのは有名な話です。一切干渉せず、相談に乗ったこともありません。娘を前にすると照れてしまい、何も話せなくなるそうです。家を留守にすることも多く、会話の機会があまりなかったこともあるでしょうが、親子の絆はとても深かったと思いますと述べています。田中邦衛さんの長女は NHK に入局し、現在は広報局長を務めています。忙しい中、妹さんと共にリハビリの計画を立てるなど、父親を支えていたといいます。倉本壮さんは、彼ほど純粋で無垢で家族を愛した男を知らない、家族だけではなく周囲すべてを、彼はあたかも漱石にいる人のようだった、もう少し彼を困らせてしまうつもりならあえて珍妙な天使だったと言いたいとも先の追悼文で述べていました。田中邦衛さんの見た目は、ひげを蓄えて独特な口調で話し、眼光も鋭いため天使とは言い難いですが、田中邦衛さんの素顔を知る人たちは純粋で無垢な優しさに癒されてきました。きっと今でも天国で周りの人たちに笑顔を見せているのでしょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。